町田市役所は地方公共団体である町田市の執行機関としての事務を行う施設である町田市庁舎とも言う2012年7月まで使用していた移転前の旧町田市役所本庁舎についてもここで記述する町田市の人口増加に伴う事務量や職員の増加に対応するため1999年に庁舎移転を視野に入れ 森の二丁目の町田市民ホール隣にある現庁舎用地を購入。その後、今後の市庁舎について検討を行った結果、中町一丁目の旧本庁舎は地震に対する危険性があることや、庁舎の分散、設備の老朽化などの理由から、森の二丁目の購入用地に新庁舎を建設し、移転する方針が2004年3月の議会において可決された。 新庁舎予定地は、庁舎建設までの間、タクシー待機場及び観光バス発着場として、暫定利用されたが、タクシー待機場は2009年6月に、暫定措置として、町田市役所第二駐車場に、観光バス発着所は2009年8月1日から、町田ターミナル内にそれぞれ機能を移転した。2014年2月1日には、タクシー待機場が、 再び移転し、新庁舎の補助通路を活用して、夜間限定で使用されるようになった。2009年11月13日に新庁舎の寄港式が行われ、2012年7月9日に、旧本庁舎周辺に分散していた文庁舎内の各部署が新庁舎に機能移転にし、同年7月17日に、旧本庁舎の全部署が新庁舎に機能移転にして、 全面開庁した。視聴者は地上10階建てで、1階から3階にかけては吹き抜け、構造となっており、1階と2階には市民利用の多い隠し窓口が、3階には町田市議会議場を配置。また、1階にワンストップロビーと呼ばれる広い空間を設けることで、各窓口への回遊性を高めているほか、イベント利用なども想定して作られている。 庁舎内の店舗としては、1階にコンビニエンスストアとカフェ、2階に町田し庁舎食堂が入居。この他にも、4階には屋上花畑、PH 階には屋上展望テラスが設置され、市民が気軽に利用できるようになっている。2018年5月25日からは、庁舎アトリウムに屋内設置型フルカラー LED 投光機を設置し、水曜、 金曜の夜間限定で視聴者ライトアップが開始された。このライトアップ事業は東京2020オリンピックパラリンピック競技大会等の国際大会の機運情勢等を促進するとともにピンクリボン等の核普及啓発運動を促す取り組みを目的とし投稿機は岩崎電機が無償提供したものを使用。1958年に 市政施行された、西の町田市役所は、町田街道沿いの旧町田町役場に置かれていたが、当時の人口増加による事務量の増大で、分庁舎の設置や、本庁舎の増改築を繰り返していた。そこで、手狭となった本庁舎と分散した分庁舎を集約するため、町田市政十周年記念として、中町一丁目の町田街道沿いに、 新本庁舎の建設が計画された。1968年12月26日に着工し、1970年1月19日に中町一丁目の新市庁舎に移転した。その後、平成に入ってからも町田市では人口が増加し、前述通り本庁舎が手狭になっていたことや、設備の老朽化に加え、地震に対する、 危険性も指摘されていたことから、2012年に、前述の森の2丁目に新庁舎が建設され、旧本庁舎は、同年7月に閉鎖された。閉鎖される前の2011年に公開された、映画、マホロ駅前、ただ弁理県では、本市が作品のモデルとなっていることから、市の全面協力で撮影が進められ、旧本庁舎屋上を使ったロケも行われた。 旧本庁舎は新庁舎への移転後にすべて解体され、跡地には芝風広場、町田芝広が2014年5月3日にグランドオープンした。ありがとうございます。